皆さん、こんにちは。日本をかっこよく、娘大学でございます。今回はイスラエルのお話ということで、イスラエルの建国にまつわるお話を通じて、実は世界は腹黒いというお話をしていこうと思います。で、この今日のお話の中で、ロックベラーさんですとか、ロスチャイルドさんのお話も出てきます。結構、皆さん意外に思うような内容が入っているかと思いますので、 楽しみにされたらいいいかなとううふうに思います <music> まずですねあのイスラエルの建国今この写真出ておりますけれどもこれが1948年昭和23年ですねこの時の5月の14日イスラエルの建国を宣言するイスラエルの初代首相ダビッド・ベングリオンさんの 建国宣言を伸びているその模様の写真になります。この時にイスラエルはまさに建国をすることができたわけですね。で、このイスラエルの建国っていうものに実はイギリスがめちゃめちゃ深く関わっています。どういうことかと言いますと、実は第二次世界大戦、第二次世界大戦でヨーロッパにおいてナチスドイツがめちゃめちゃ猛威を振るったっていうのは皆様よくご存知のことと思います。 えー、こちらにあります赤いところ。これ、ドイツ及びイタリアの占領したところ。まあ、あの、その占領地域ということになります。フランスも陥落し、えー、ポーランド、チェコスロバキア、ルーマニア、ハンガリー、ユーゴスラビア、ブルガリア、ノルウェー、フィンランドといったようなところも、これも全部ドイツの参加に入ってったわけですね。で、えー、スウェーデン、トルコ、スイス、スペイン、ポルトガル、 といったようなところは、これは中立国になってました。で、面白いのは、ここにエールという国があるんですけども、アイルランドですね。ここも、俺たちはイギリスじゃないよ。俺たちは中立国なんだよって言って宣言をしてました。だから、今はイギリスと言ったら、こんだけ全部イギリスというふうに思ってらっしゃる方多いんですけども、第二次世界大戦当時は、ここは独立国だった。<laughs> 中立国だった。といったようなこともあったりします。 ちなみに中立っていうのは、よくあの、ま、これも誤解し誤解されてる方が多いんですけれども、ここにスイスありますよね。スイスは衛星中立を,を誓った国になります。でも、衛星中立を使ったということは、例えばドイツ軍がフランスに兵を進めるのにあたって、スイスの国土を通過する。これ、スイスは認めることができないんです。なぜならば、中立だから。 ドイツ軍の通過を認めたということは、ドイツ軍に味方したってことになるんです。ということはそ、その時点でフランスと戦っていれば、フランス軍からスイスは攻められることになるんです。わかりますどっちか一方の通過を許しただけで、だけで、中立というのはもう成立しないんです。ということはですよ、今、日本には米軍基地ありますよね。 ということは、アメリカがどっかの国と戦争をやってると、日本は中立でも何でもなく、ね、憲法上戦争法規なんて書いてありますけれども、日本はアメリカに味方をしている。つまり中立国ではないということになるんです。従って、アメリカがどっかの国と戦争をした場合、日本は、ね、アメリカと敵対する側の国から見ると、敵国ですから、中立国じゃありませんから、当然攻撃の対象になるということなんです。 そういうことはやっぱりこういうその世界の歴史の中からしっかりと我々学ぶべきことじゃないかなというふうに思います。で、今このマップの中でイギリスはグレーになってます。グレーになってるのはどういうことかというと、まだ交戦中だということです。ドイツに攻められてイギリスはもうロンドン、首都ロンドンにまでドイツ軍がこう空爆をするという状況になりまして、もうイギリス、あと一歩でもうイギリスはドイツの軍門に下るというところにまで追い立てられていた。 という状況にありました。で、その状況の中で、イギリスが起死回生のために、何とかしてドイツを、ドイツ軍を退けて、イギリスが独立を保つためにはどうすればいいのかっていうと、もうドイツと別な国に戦ってもらうしかない。別な新たな敵をドイツの前に立ちふさがるせるしかない。そのためには、イギリスとアメリカっていうのはある意味、まあ、兄弟国のような関係がありますから、 アメリカ合衆国。アメリカ合衆国も当時中立を宣言していたので、えー、戦争には一切変わらないということになっていたんですが、このアメリカは何が何でも、このヨーロッパ戦線に引っ張り出さなくちゃいけない。で引っ張り出さ,出さなくちゃいけないんだけども、アメリカの大統領の,のル,ーズルーズベルトは、私はアメリカ国民を絶対に戦争に巻き込ませません。私は絶対に戦争をしません。と言って、大統領選に受かった大統領なんです。つまり、ルーズベルトは、ルーズベルトの意志で、 自分から戦争をするということができない状態にあったんです。で、そのことをドイツは把握してますから、例えば大西洋に浮かぶアメリカの船、これ、あの、いわゆる貨物船ですとか、まあ、軍艦だけじゃないです。貨物船や潜水艦なんかも含めて、アメリカの船は一切攻撃しなかったんです。アメリカの船がいたら U ボートは逃げる。はい。い一切変わらない。ということをやっていました。 関わって、もしアメリカの船を一隻でも沈めて、で、それによってアメリカが主要国が怒って、この戦争に参戦してきたら、ドイツにしてみれば厄介なんです。そんなことさせないうちに、アメリカが入り込まないうちに、さっさとイギリス占領した方が利口だってことになるわけですよね。そういう状況にありましたから、アメリカはとにかく中立を保っていて、絶対にヨーロッパ,ロッパの戦争にはもう関わらない。うち関係ありません。うち、 あの、一切関係ございません。はい、中立ですってやっていたんです。このアメリカに、アメリカを何とかして、このヨーロッパ戦線に参加させるためには、ルーズベルトに戦争させなくちゃいけないんです。で、ルーズベルトに戦争させるために、じゃあどうすればいいか。ドイツは、絶対にアメリカ攻めることはしません。だったら、ドイツと同盟関係にある日本にアメリカを攻めさせればいいじゃないかっていう。 話になって、で、結果、日本は昭和16年の12月8日に真珠湾を攻撃して、えー、アメリカを怒らせて、アメリカがそれによって戦争に、第二次世界大戦に参戦することになる。この瞬間にアメリカは、日本と交戦状態になった。日本と交戦状態になったということは、アメリカの中立は破られたんです。アメリカの中立が破られたということは、日本とドイツは同盟関係にありますから、 当然、アメリカはドイツとも交戦状態になったわけです。で、そうなってくると、アメリカはこのヨーロッパ戦線にもさんあの参戦していかざるを得ない。というふうに動いてった。この絵を描いたのが、実はイギリスの首相だったチャーチルであったと言われています。はい。まあだから本当に世界は腹黒いんですね。結果日本どうなったかというと、おかげで、ね、日本絶対、第次世界大戦が始まったのは昭和14年なんですよ。 昭和10年の9月の1日にドイツがポーランドに侵攻したっていうのが、これが第二次世界大戦の始まりになります。日本が参戦したのは昭和16年の12月です。つまり、10、11、12で2年3ヶ月も後になってから日本は参戦してるんです。第二次世界大戦に。それまでは日本は一切ドンパチ関わっていないんです。ね。2年間のブランクがあったっていうことはどういうことかというと、日本はアメリカ以外戦いたくなかった。 それを戦わせるように戦わせるように仕組んでいったのは、ここが腹黒かった。というのがまず一点あるんですね。で、もう一つあるんです。戦、ドイツと戦争するためには莫大な資金が必要になります。で、その戦費をどうするか。イギリスはもうロンドンまで空襲を受けてるんです。国のいろんな施設は破壊されています。この破壊された状態の中で、ね、何とかして軍備を持って、例えば戦闘機、戦闘機一機作るんだってお金かかるわけですよ。 その資金がありま、イギリス政府はありません。じゃあどうやってドイツを戦うのか。お金がありません。でも戦うためには武器が必要です。武器は買わなくちゃいけません。あるいは武器は作らなくちゃいけません。でも作るお金ありません。どうするんだっていう話になるわけです。そこでチャーチルが何をしたかというと、このイギリスにいた超破格の大金持ち。こちらですね、ロスチャイルドさん。今は世代が変わりまして、こちらの花さんが第4代の えー、投資ってことになってますけども、このロスチャイルドさんにお願いをして、資金出してちょうだいお願いしますってやるわけです。で、イギリスが滅んでしまうと、そうすると、ロスチャイルドさんも、まあ財産を失うことがある。これ以上ドイツに大きな顔をさせると、ロスチャイルドさん自身が財を失う危険もあるということで、わかりました。では、資金を出しましょうという話になるわけです。で、この時に、この時に条件がつくんです。 ロスチャイルさんっていうのはもともとユダヤ人なんです。で、そしてこの頃ユダヤ人社会の中においては、あーと前回お話ししたようなトランペルトールといったような人たちによって、とにかく俺たちはその聖地であるエルサレムのある場所にイスラエル、ユダヤ人たちの国家を作るんだ。俺たちの国を作るんだっていうことで猛烈な運動が起こっていたんですね。で、その運動に力を貸してやってください。彼らが そのエルサレムの地にユダヤの国を国家を建設するということになったときにイギリス政府は彼らのイスラエル建国を認めてあげてちょうだいね。それを認めてくれるんだったら、じゃあ戦いのための資金を援助してあげてもいいわよ。いや、いいですよっていう話になるんです。で、それによってイギリスは軍備を拡張し、で、また当然ロシアエドさんが アメリカにも資金を提供し、アメリカは豊富な、アメリカとイギリスは豊富な資金で武,武力を揃え、そしてドイツと真っ向から戦って、ついにはナチスドイツを打ち負かして、現在の世界の姿に至ってるわけです。で、この過程で、えー、戦争が終わった時点で、えー、当然のことながら、約束通りイスラエルという国を建国させてください。いや、そうは言っても、あそこって、 シリアの人たちが住んでますよ。イスラム教の人たちが住んでますよ。もう何百、あの、何百万人も人がいるんですよ。もう2000年の間そこに定着してるんですよ。邪魔だから、それ、あの、どかしますので、それ協力してください。へえーっていう話になるじゃないですか。<laughs> で、結局、邪魔な人たちをみんなどかして、で、勝手にそこに国を作って、で、そのことをイギリス政府が承認する。アメリカ政府も承認する。 で、これによって、この建国、独立宣言というものが行われているわけです。わかります例えば日本のどっかにね、独立国を作るんだっていう話になって、まあ、今、まあ実際そういう運動をしている人たちいますよね。えー、少数民族で日本、山と民族とは民族が違うんだから、俺たちは独立したいんだとか言っ,て言ってるような人たちいるじゃないですか。あれ本気じゃないというのは、なんでわかるかというと、本気で独立をしたいと思うんだったらば、 もうすでに別な国に対して、ね、独立の承認をしてくれという根回しをやってなくちゃいけないんです。何もしてないでしょ俺たち独立したいんだ、日本って言って、そうやって文句を言うと、日本の、日本国政府が、まあまあ、そんなことをおっしゃらずに、とりあえずあの、今日ね、お土産持参したんで、これで、なんとかあの、まあ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 、もうお気持ちわかりますけど、これでね、あの、そういえばなんかあの、公安の埋め立て工事かなんかしたいっていう話ありましたよね。あれ、全部資金出しますから。 まあ、まあ、こちらで。みたいなことで、なんとなくならないにしてる。つまり、日本から独立するんだって言うと、お金もらえるから。だからやってるっていう話もあります。はい。あの、そういう側面ばかりじゃないんですよ。まあ、あの、こ,こんな話をすると、そっちの方の人から怒られますからね。あの、そういう目、側面もある。でも、本気になって独立しようと思うんだったらば、独立した後に、自分たちが,が作った国を認めてくれる、 国をつく、前もって作っておかなければならないという現実があるということも、これもぜひ皆さんに覚えていただければと思います。<music> ちなみにこの独立なんですけども、この時の初代大統領の演説というのが、これはあのイスラエルの独立宣言ホールっていうね、ホールがあるんですけども、テルアビブのど真ん中にあります。で、このホールの中に、 独立宣言文、全文が、これレプリカなんですけれども、掲示してあります。何が書かれているかというのは、こちらの画面に,かにある、この文章が書かれています。これはですね、えー、っと、画面をストップして、後で読んでいただければというふうに思います。えー、っと、内容を読んでると時間が経ちちゃいます。で、問題は、その資金を提供してくれたロスチャイルドさん、どのぐらいのお金を持っている人たちなのか。ユダヤ人というのは、国を失いました。 国を失ってしまったから、あとは自分たちがもうとにかく金融で生きていくしかない。金貸しとして生きていくしかないっていう歴史があるっていうのは、これご存知の方が多いと思います。では、ロッシャイルドさんがどのぐらいのお金持ちなのか。そしてもう一方、アメリカのデビッド・ロックメラーさん。この方がどれぐらいのお金持ちなのか。このあたりをちょっと見てみたいと思います。あの、多くの方々が誤解していることに、ロッシャイルド家とロックメラー家っていうのは、 大体、まあ、世界の大金持ちで同じぐらいの規模なのかなって思っていらっしゃる方が多いんではなかろうかと思います。ロックベラーさんが持っている個人資産が38兆円です。日本円に換算して。ね。で、えー、ロスチャイルドさん。あまあ、あの、先代がお亡くなりになって今、長女のハナさんが後を継いでいらっしゃいますけども、個人資産が推定で 1K 円。えー、ロスチャイルドグループの運用資産の合計が 3K 円。 こちらさ、38兆円。こちら、3K 円。100倍の規模があります。さらに、さらに、このロスチャイルドさんが運用している資産が 3K 円ということを申し上げましたけれども、全世界の資産が日本円に換算すると、およそ 7K 円弱になります。全世界の資産の合計が 7K 円弱です。 そのうちの3円ということは、おおむね全世界の富の半分を、このお姉さんが所有をしているということになります。すごいでしょえー、ちなみに、日本も意外とすごくて、これあのこ、この個人としての資産が推定で1件っていうふうに言われてますけども、日本人全員の資産、そして政府の資産、企業の資産、それらを全 全部合合わせた合計ととほぼ同額と言われていま,すまあそていの意味では日本っていうのは大変なお金持ちの国であるということも言えるんですけどもそれをたった一人で所有してるっていうことだからこれまたすごいですよねはいでロスチャイルドさん家とロックフェラー家っていうものが大体こうタイと同じぐらいなのかなと思ってらっしゃる方が多いんですけども規模が100倍違うということに加えて2012年 今から11年前になりますけれども、ロスチャイルドさんは、ロックフェラーグループの資産運用事業の株式の37%を取得し、事実上、ロックフェラーを参加に収めています。つまり、ロックフェラーさんは、ロスチャイルドさんの中の、に買収されて、子会社になってるんです。これ親子の関係になります。それだけ、 ロシアルドさんというのはユダヤ人であって大変な大金持ちであるということになります。で、アメリカのいわゆる軍産複合体と呼ばれているものありますよねで、えー。で、そのアメリカの軍事産業っていうのは、えー、兵器を作ると兵器はアメリカ合衆国政府が買ってくれます。で、合衆国政府は政府が戦争してくれれば兵器は使えばなくなりますから、なくなった部分を補充しなければなりません。 だいたいミサイル、あの、一発。高いもので、だいたい一発、原価15万円ぐらい。安いもので5万円ぐらいです。で、その5万円ぐらいのミサイル、ミサイルが、実際に売られるときには4000万円になります。<laughs> 原価5万円のものが、4000万円で売られるんです。すごい儲けですよね。だから、ね、でも売ったものを作、使ってもらわなければ、使ってもらわなければ、軍事産業は作っただけで終わっちゃうんです。 何とかしてアメリカの政府に買った武器を使ってもらわなくちゃいけないんです。でも、アメリカ合衆国がどっかの国と戦争すると、前のイラク戦争なんかがそうなんですけれども、実際にアメリカの兵隊さんが現地に行って戦争をやるってことになると、アメリカ人に死傷者が出るんです。これはアメリカ合衆国としては大変な負担になるんです。そんなことしなくたって、どっかよその、よ,よその紛争地帯、 で、紛争を起こして、そこにアメリカ合衆国政府が武器を提供してあげれば、ね、あとは戦うのは、命とやり取りするのは、その延長が勝手にやることなんで、武器の売買だけで、お金がもう、お金儲けすること、することができるというだけになる。で、アメリカ合衆国国内の批判も浴びない。それはそうですよね。うちのせがれがあ戦地で死んだ。 どないしてくれるんやっていうのと、全く人命には影響がないという状態で、武器だけが売れて大儲けができるという状態だったら、それは後者の方がいいに決まっているわけでして、結果として今、そういう動きがあるという話があります。そのアメリカが衆国内で、その軍事産業について大変なバックアップをしているのが、こちらであるというふうによく言われるんですけれども、よく言われるんですけれども、こちらは、 こちらの参加に入っている。で、さらにまだこの奥があるんです。というのは、ロスチャイルドさんが運用している世界の富は三 k 円。世界の富の概おおね半分を運用しているということを申し上げました。いいですか世界の富の半分の運用をしてるんです。じゃあ、じゃあ、このロスチャイルドさんは、 誰のお金を運用しているんでしょうかっていう話なんです。金融事業っていうのは人のお金を預かって、それを運用して利益を上げるのが金融というビジネスです。ね。自分のお金を運用する、資産運用して資産を増やすっていうのとはこれ意味が違うんです。金融ビジネスっていうのはあくまでも使うのは他人のお金です。では、この グループの運用資産の三経円というのは、誰の資産を運用しているんでしょうかこれが実は、まあこれ YouTube で言っていいのかどうかわかりませんけれども、2つありまして、1つが世界王室連合、もう1つがバチカンと言われています。バチカンは大変な財力を持っている。同様に世界王室連合も大変な財力を持っています。で、で、こっからがまた、 すごい話になってくるんですけれども、世界の王室っていうのは、かつてはヨーロッパの各王室も、ことことそうなんですけれども、王様が政治権力者でした。王様が直接政治に口を出して、で、政治を行っていました。どっかよその国と戦争をやるというのも王様の判断。国内に道路を作るのも王様の判断によって行われるという、そういう仕組みになっていました。ところが、 世界の王室は日本のご皇室から学んだんです。何を学んだかというと、王様が政治権力を振るうと、政治権力を振るう、つまり権力を振れば当然その権力に匹敵した、相当する責任を負わなければならない。王様が責任を負ってしまったら、王国自体が滅びる。王様がいなくなってしまう。王様いらねえよって話になってしまう。だから、 王様というのは、国家最高の政治権力者よりももっと上位にあって、いわゆるオーナーとしているだけ。実際に政治権力を振るうのは、これは政治家の役割。この政治権力と国家最高権威というものを切り離しましょう。かつては王様が両方持っていたんです。それを王様はただ、ただ権威というだけにして、オーナーという形にして、政治権力は切り離しましょう。で 王様にとっての一番大切なものは何かといえば王国の民、民衆、その国の民衆が宝物なんだ。そうなってくると王様の古文である政治権力者は王様の宝物が少しでも豊かに安心して安全に暮らせるように一生懸命努力するのがこれが政治の役割になる。これを実は学んだんです。まだヨーロッパにおいてそれは完成された状態にはなっていません。なっていませんがヨーロッパの王,王様たちは今やどの国も すべて王様は国家権力から離れています。イギリスは有名なエリザベスの王室がありますけれども、イギリスの王室は政治には関与しません。政治はあくまでもイギリスの首相が行います。そして、その首相が行ったことについて、あ、いいとか悪いとかっていうことも言わない。ただし、その首相が行う政治は、王様の宝物である民衆のための政治でなければならないというのが、これがイギリスの建前なの。 同じことはヨーロッパの全ての王国に言えることになります。で、その王室連合の資産を預かって運用しているのがこちらになるんです。わかりますバチカンも同じなんです。バチカンもカトリックの聖地ということではあるんですけれども、世界中の富が集まっていました。 当然その富は、ただ持ってるだけだったらどんどん目減りしていきますから、資産を運用して増やしていかなければならない。運用に関しては一切返しさえをここに任せています。で、結果としてそれも大変な金額になっている。ところが、ところが、もともと政治権力者であった王様、もともと政治権力を持っていたバチカン、いずれも政治権力を行使する役割ですから、どうしても ある意味、政治は腹黒いという世界にも手を染めなくちゃいけなかったわけです。ところが今は、その腹黒いものには手を染めないのが、世界王室連合であり、バチカンという形になっています。すると、どうなるかというと、このあたりとかこのあたりが、資産を運用して増やすために、何兆円という単位でね、資産を増やすために、なんか最近はどう,どうもあの、迷惑注射をね、 繰り返してるらしいとかいったような話になってくるとあんたたち本当にそれ何やってるのそんなことだったら資金引き上げるわよっていう話になってくるわけです。これが今世界で大きな影響を持ってきているという部分があります。でそのことがどのような影響をもたらすかということについてはまた別な機会に設けますけれども こちらのね、軍さん複,複合体を後ろから牛耳っていると言われているロックフェラーさんが最近力を失ったということの証拠になる映画があります。それがこちらです。キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンという映画です。これはあの2023年10月の20日公開です。ですからまだ本当に最近公開されたばかりの映画です。これはあの歴史上の事実を扱った映画なんですけども、この映画は これまで全米を揺るがす大変な大事件であったにもかかわらず、一度もドラマにもされたことはないし、映画化されたこともない話なんです。にもかかわらず、このことが今回映画化されて世界中で公開されることになった。どのような映画かというと、お政ジ族というインディアの一族がいたんですけども、このお政ジ族っていうのが、オハイオ州のミシシッピのあたりに土地を与えられて、そこで、そこに君たちは住みなさいとやられるんです。 要するにインディアン特区、特区になるわけですね。ところがそのインディアン特区の中,中から石油が湧いちゃうんです。で、結果どうしたかというと、お政治族は一人当たりの富裕率が当時の世界のトップになって、インディアンの人たちが白人のメイドさんを雇い、白人さんの運転手を雇って、本当に左内輪のものすごく優雅な王侯貴族のような生活を始めたんです。で、そのお政治族を、 バタバタバタッとやっつけて、そして彼らが持っていたその石油の油田を全部横取りした人たちがいた。っていうのがこの映画の物語になります。これは実は実話になります。この設定はちょっと違うんですけれども、設定はちょっと違うんですけれども、それによって石油王と呼ばれるようになった人物がいます。そしてその石油王は、 今、全米において大変な大金持ちとして、えー、アメリカの政財界を裏から動かす力を持った状態になっています。現在、その方の個人資産は合計で38兆円だと言われています。誰とは言いません。誰とは言いません。ね。はい。<laughs> ということがある。つまり、あの、イスラエルの建国にしても、 裏でお金が動いているわけです。現在起こっている様々な世界、世界のいろんな動きも裏でお金が動いています。イスラエルと今のハマスとの戦いも同じなんです。裏でお金が動いています。そういう、だから戦争というのは建前で、どっちが正しいとか、どっちが間違っているとかではなくて、要するにそれによって誰が一番儲けることができるのか。 そして、馬場を引くのは誰なのかっていうところから見ていくと、戦争のからくりがよくわかるようになります。はい。このお話は、また、機会を改めて、さらに詳しく深掘りしていきたいと思うんですけども、そういう混沌とした、本当に腹黒い世界の中にあってですよ。じゃあ、我々日本人は、どのような国民精神を復活させていったらいいのか。我々日本人は、どうあら、どうあるのが一番いいのか。 我々日本人も腹黒い、その、同じように腹黒くなっていったらいいのか。そんなもの誰も期待してないですよね。日本人がお互いに腹黒くなって、夫婦の間でもお互いに腹のさくり合いをしなければ、晩飯も満足に食えるなんて、そんな世の中誰も望んでないと思います。つまり、今の腹黒い世界の様々な流れっていうものを終わらせて、新しい、本当にお互いに信頼し合うことができるような、 そういう世界を。そしてまた、富というものが一箇所に偏在するんではなくて、多くの民衆が豊かに安心して安全に暮らすことができるような、そういう世界をこれから我々、我々が先頭になって築いていく。そのために必要なことは我々日本人が原点に変えるということなんだろうと思います。で、こういうところに参拝に行こうと。<laughs> いう話になります。え、12月の9日10日ってのは1泊2日で、これはセミナーが、あの、ついてます。このセミナーの中には僕の、あの、セミナーも入ります。結構深く突っ込んだお話をしていきます。え、で、セミナーなしで参拝をご一緒しましょうねっていうのがこちらの12月17日の日帰りツアーになります。この12月17日は僕も一緒に参拝をさせていただきます。え、ぜひですね、皆さんと共に参拝できたらいいなというふうに思っております。ということで、え、日本をかっこよく、 娘大学でございました。